富永啓生は日本の男子バスケットボール選手。愛知県名古屋市森山区出身。2021から22シーズンにより NCWA のネブラスカ大学でプレーする。ポジションはシューティングガード。元バスケットボール選手の富永啓二はジップである。幼少期からバスケットボールを始める。カス市立岩瀬体中学校から桜ヶ丘高等学校に進学。 3年時の2018年に第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会に出場し、準決勝まで進出した。福岡第一との準決勝は、前半だけで31得点を記録し、わずかにリードして折り返したが、後半は6得点に止まり、チームも敗れた。翌日行われた提供長岡との3位決定戦は46得点を記録して勝利した。 この大会では出場した全6試合で35得点以上を記録し、平均39.8得点で大会得点王に輝き、大会ベスト5に選出された。高校卒業後の進学先について、日本国内と海外留学の両方を検討していたが、3年生時の2018年8月に出場した U18 アジア選手権後、アメリカ留学の希望が強くなり、 2019年1月にアメリカ留学の意向を表明。留学先について NCWA に所属する大学からも勧誘を受けていたが、学力なども考慮し、2019年6月忍者家の一部に所属するレンジャーカレッジへの進学を決めた。レンジャーカレッジ1年目の2019から20シーズン、11月1日のミズーリ州立大学。 ウェストプレーンズ高戦でデビューし、11月16日のビクトリア・カレッジ戦でシーズン杯の34得点を記録した。1年生のシーズンは31試合に出場し、平均16.8得点、3ポイント成功率47.9%を記録した。ジャカオールリージョン5チーム、カンファレンスファーストチーム。 カンファレンスフレッシュマン・オブ・ザ・イヤーに選出された2020年11月11日、2021から22シーズンから NCWA の一部に所属するネブラスカ大学へ編入することが決定した。2年政治の2020から21シーズン、2021年3月3日のクレーソン・カレッジ戦で39得点を記録。チームは、 ジャカディビジョンアイ選手権のファイナル4準決勝まで進出した。富永は27試合に出場し、平均16.3得点、3ポイント成功率48.7%を記録した。2シーズン連続で、オールリージョン V チームとカンファレンスファーストチームに選出された。また、ジャカディビジョンアイオールトーナメントチーム、チャールズ・セッシャースポーツマンシップ賞、 ジャカディビジョンアイセカンドチームオールアメリカンに選出された。奨学金を得てネブラスカ大学に編入した。和製ステフィン・カリーと称されるほどの圧倒的な3ポイントシュート能力を誇るシューター。3ポイントラインより後方からでも軽々とシュートを沈め、得点を量産する。また、カリー本人も2019年6月に来日した際に富永と対談しており、 激励の言葉を送っている。高校2年時の2017年7月に U-16 日本代表の強化合宿に招集された。アンダーカテゴリー日本代表ヘッドコーチのトーステン、ロイブルはダイヤモンドを発見したと話した。3年時の2018年8月にはバスケットボールアジア U-18 選手権の日本代表に選出された。 三人制バスケットボール 3X3 では2019年に U233X3 男子日本代表チームでフィバ u 2 3ネーションズリーグに出場2021年は4月に 3X3 男子日本代表候補に選出され7月に東京オリンピック日本代表チームに選出された東京オリンピックでは8試合に出場しそのうち5試合で チーム内最多得点を記録するなど、全選手中6位のトータル55得点を記録した。日本は、ベルギーと中国に勝利して、準々決勝まで進出した。桜が岡発の決勝進出のガス、富永は、涙、崩れてしまったからバスケット、日刊スポーツ。NIKKANSPORTS.com。2020年12月28日閲覧。 桜ヶ丘が、初の3位、富永46得点、うまく試合作れたカラバスケット、日刊スポーツ。NIKKANSPOORTS.com。2020年12月28日閲覧。大学バスケ昨年の高校得点王、富永慶生が、アメリカ留学へ八村類の NBA 入りに、未来重ねて4イヤーズ。大学スポーツ。 4イヤーズ、二2020年12月28日閲覧。短大から NCWA のネブラスカ大への編入内定。渡米後も着実にバスケ選手として成長している富永慶生、慶生富永。レンジャーカレッジ2020年12月28日閲覧。富永慶生の NCWA 一部、ネブラスカ大編入が正式決定。年秋から。 全米屈指の競合カンファレンスで力を磨く。バスケットカウント、バスケットカウント、2020年12月28日、閲覧。タイガーズ &RCS タイトルホープスイン、セミスレンジャースポーツ2021年4月26日、京成富永ト2021年8月16日、閲覧。長塚、カズ、成富永ルッキング。 フォワードツーテイキングネクストステップウィズネブラスカ。ザ・ジャパン・タイムズ。2021年6月10日閲覧。賛否両論の超高校級シューター、富永啓生は、和製カリーになれるか。ナンバーウェブナンバー。2020年12月28日閲覧。CO、リミテッド、フラムワン、ステフィン・カリーが将来有望な二人と対談、上手くなることにフォーカスしてほしい。 バスケットボールキング。2020年12月28日閲覧。平成29年度男子 U16 日本代表チーム第8次強化合宿開催報告。大学バスケ昨年の高校得点王、富永啓生がアメリカ留学へ八村類の NBA 入りに未来重ねて4イヤーズ。大学スポーツ。4イヤーズ。2020年12月28日閲覧。 U23 の 3X3 国際大会に挑む日本代表が発表。男子は玉木幸森や富永啓生。女子は山本舞良が選出2019年5月31日。東京五輪の 3X3 男子日本代表候補が発表。アメリカで武者修行中の富永啓生が候補入り2021年4月5日。ありがとうございます。